ゲルマニアスペリオル属州の一、ゲルマニアスペリオルは、ローマ帝国の属州の一つである。日本語では上、ゲルマニア、コーチゲルマニア、金、ゲルマニアなどと訳される。東側にライティア、西側にガリアルグルネンシス、北西にガリアベルギカ及びゲルマニアインフェリオル、南はアルペスポエニナへの各属州及びイタリア本土と面していた。 ゲルマニアスペリオルの領域は、現在のスイス西部、フランスのジュラ山脈やアルザス地域、及びドイツ南西部にあたる。州都はモグンティアクムに置かれた。ライン側の中流域で、北の国境にはリメスが築かれた。紀元前一世紀にガイウス・ユリウス・カエサルによって書かれたガリア戦記には、この地域についても多く書かれているが、そこにゲルマニアスペリオル、または ゲルマニア・インフェリオルという言葉は使われていない。ゲルマニア・スペリオルを支配していたのは、元は、ケルト人で、そこにアリオイストス率いるゲルマン民族がベザンティオを攻略してライン側の北岸に駐留していたが、紀元前58年にオセグスの戦いで返さる、率いるローマ軍に敗れた。ゲルマニア・スペリオルが、ローマの属州にされたのは、共和制の最後の数年間の頃である。 タキトゥスの書いた年代記にはゲルマニアスペリオル俗集のことが書かれている。ゲルマニアスペリオルの北部。国境には頂上がある。初代ローマ皇帝アウグストゥスは全ゲルマニア地方をゲルマニアマグナの名で一つの俗集にまとめよう、目論んでいた。しかし、トイトブルクモリの戦いでアルミニウス率いるゲルマン。 諸部族に敗北したことでこの計画は挫折し、ライン側をリメスとすることにした。その後も国境をめぐって争いが続いたので、国境を守るゲルマニアスペリオル属州は強化され、駐留するローマ軍は恩地で厳しい環境にさらされた。紀元前12年までには、ザクセイやマインツに軍事拠点が築かれ、ダイドルススはそこで軍団を統括した。 これらの拠点を中心に、徐々に、いくつもの砦が構築されていった。69年から70年までのローマ内戦では、属州総督のアウルス・ウィテリウスが皇帝に即位、したが、バタウィ族のガイウス・ユリウス・キウイリスらのゲルマン人が、ライン川及びドナウ川国境のローマ軍の砦を攻撃、破壊し、さらに、ライン川方面とドナウ川方面の軍団の間で、内戦も勃発した。 この内戦は短期間で収束し、結果的にこれらの国境線の体制は強化され、アウクスブルクとマインツとを結ぶローマ街道も築かれることになった。83年から85年にかけて、ドミテアヌス帝はフランクフルトの北に住むカッティー族に対して遠征した。現在も残る頂上が最初に築かれたのがこの時である。その周囲は見通しよく切り払われ、 実践向けの防護策が連なり、道が通る場所には木製のモノケン圏内や砦が築かれた。90年には頂上の長さは最長に達した。ローマ街道はオーデンバルトを通って伸び、それより細かな街道のネットワークで書く鳥が連結されていた。ゲルマニアスペリオル属州は90年に皇帝属州として再編され、この時に ガリアルグドゥネン室属衆の領域だった広い地域を加えた。ゲルマニアスペリオルの総督としては後に皇帝となったトライアノスが最も有名で、彼は96年から98年まで属州総督を務めた。ヘルウェティ族の支配領域もこの属州の一部となった。3世紀に入るとローマ帝国は徐々に支配力を失い、軍人皇帝時代にはガリア帝国が ゲルマニアスペリオルを含む一帯を支配した。ガリア帝国崩壊後は、ローマの領土へ戻ったが、北部の属州の支配力を失った。ゲルマニアスペリオルの南部は、マクシマセクアノルム属州に編入されたが、5世紀初頭に、ブルグント族に征服された。ありがとうございます。